足利将軍家。足利将軍家は、足利氏の僧侶家、僧家のうち、特に、足利高氏以来の、代々室町幕府の将軍職を世襲した、一家、軍事貴族。初代孫氏の後は二代として、嫡男義明が継ぎ、三代、足利義光を経て、十五代、義明まで続く。二代義明来降、歴代将軍は意味名において、義の字を通じとした。 足利氏の本性は、源氏で、姓は源氏の一家系、河内源氏の着流たる武家の名門である。その系譜をたどれば、源氏の卒根元以来、三中、来信、頼地そして、名高き八万太郎源義家に至るまで古代にわたり、武家の栄誉である、陳府将軍に任せられ、国内の平乱を平定、朝廷の信望を得るとともに東国を拠点として、 武家の闘領としての名声を挙げた。吉家の三男である、源義国が、下屋国足利僧に従し、足利氏が起こった。鎌倉時代は、源頼朝と当縁の同族であり、また父が頼朝の父、源義朝と浅からぬ縁があったこと、頼朝の五代所、北条政子の妹を正室としたこともあり、幕府の信望を得て、文様として崩された。 源氏将軍が三代源、元、佐根友の代で滅ぶと、源氏の着流として武家の尊敬を集めたが、惑星を牛耳った、執権北条氏から、時折、警戒の念を抱かれた。そのため、代々北条氏との遠赤関係を結ぶことで家計を保った。所領も下付け、道の区、三河、丹波など最国にも及び、士族は数十にも及ぶ、有力御家人であった。 五大五天皇の倒幕挙兵が明らかになった後は、当初、幕府軍として京都に進撃したが、丹波で鎌倉幕府の追悼戦時を報じて、足利高氏が朝廷方に転じ、五大五天皇の兼務の申請に貢献した。しかし、区下一党の支配確率を目指す五大五天皇の政治が様々な混乱を呼ぶとともに、武家の不満が集積し、高氏は、 五代醐天皇の皇統とは宿敵にあたる、寿命院統の黄金条項の印前を受けて、北朝を樹立、自身は聖意大将軍に任せられた。こうして、足利総家を将軍家として新たな武家政権が成立することになった。足利将軍は当初は鎌倉幕府の継承者として、鎌倉殿と呼ばれていた時期もあったが、足利義満が京都の室町通沿いに、 将軍の邸宅を構えると、将軍の邸宅及び将軍そのものを室町殿と呼ぶようなり、後の室町幕府という語の由来となった花の御所。足利義満の時代になると、足利将軍家、室町殿は、朝廷内においてもその地位を高め、最終的には大乗大臣まで上って、区下社会の頂点に立った。時代の義持以降も一部修正はあるものの、 足利将軍家は苦行に昇進して、応仁の乱までは大臣にまで、昇進可能である石家、聖火野球の価格となった。このため、足利将軍家も石関家や聖画家と同じように、中華級の公家、特に将軍家と婚姻関係を結んだ。日野流や実務に長けた過重寺流の公家などを、自己の軽視として、公家としての家政を補佐させるな、公家社会の有力な一員となった。 応仁の乱後に幕府の衰退が明らかになると、朝廷との関係に変化が生じた。明王の政変以降に将軍家が事実上分裂し、幕府から朝廷への財政援助も望めなくなると、朝廷はどちらの陣営からでも正式な申請と、ご法、必要経費の献上があれば、民間申請を認めるという一種の機械的処理を行うことで、将軍家の内紛が、 朝廷に影響するのを回避しようとした。ところが、足利将軍家の吉種家、足利吉種、足利吉綱、足利吉秀と吉住家、足利吉住、足利吉春、足利吉輝吉明兄弟への分裂は、接管家にも影響を及ぼした。この家が娘を、吉春、吉輝の性質として、連携を深め、これに対抗して球場家が、 吉種家と結んだからである。その結果、吉種家将軍家、九条流石艦家、九条家、二条家、一条家、対、吉住家将軍家この江流石艦家、この江屋、高塚紗屋という政治対立の構図が成立した。このため、吉住家将軍家が力を持っているときは、九条流は、石艦の解任や地方への下校を余儀なくされ、反対に、 吉住家将軍家が京都を追われた時には、この絵竜が力を失いこの江家が、吉住家に随行して地方に下校する状況になった高塚酒は、戦国時代中期に一時断絶。その後、永禄の変が発生すると、この絵先久は、この家の血を引く吉照が殺害されたにもかかわらず、対立してきた足利義秀への指示に傾き、二条晴良がそれに対抗するため、 義輝の弟である義明の死に切り替えた。その結果、義明が、織田信長の後ろ盾を受けて上落すると、この江崎久は、関白の地位を失って、亡命を余儀なくされ、代わりに二条晴吉が、関白に任ぜられ、亡命していた、九条種道が京都に帰還した。その後、義明は信長に追放されて、室町幕府は事実上滅亡し、 足利将軍家は実態を喪失するが、石関家の争いはその後の関白争論に繋がることになる。高氏の三男も当時は鎌倉久保となって関東地方に下校し、鎌倉久保足利家を起こす。同家は後に小賀久保と名乗る。歴代久保は意味名において、死の字を通じとして、時の将軍の変記を重ねた。ただし、第三代鎌倉久保、 足利光つは父、氏光と重なるために、将軍、足利義光からの返記のみを持ち、第三代古学坊を、足利高本ははじめ、孔子と名乗ったが、初代将軍、足利高氏の署名と重なるため、後にも当時の返記により、高本と改名した。また、六代将軍、吉則の小政友は新任の鎌倉久保として、関東に下校したが、 混乱の最中にあった鎌倉に入ることが叶わず、伊豆に今日構えて、堀越久保を称した。後に、堀越久保家は、この茶々丸が、北条総運に滅ぼされて二代で耐えたが、正友のこの吉住が将軍家を継いだため、十一代、吉住から十五代、吉明までの室町将軍はすべて、堀越久保家の血統となった。第二代小学坊、足利正氏の子明は、 兄との対立から、下佐国で小弓久保を称して自立するが、北条氏綱に打たれて滅亡する。しかし、里見氏に保護されていた、吉明の子孫である、足利国朝、足利頼氏が、豊臣政権によって取り立てられて、吉隆川氏を称した。吉明の死後、足利将軍家は対えに見えるが、薩摩藩市長山家が吉明の子孫を称しており、阿波国では、 足利義綱の子孫が、江戸時代末まで平島と生を変えて続いた、平島久保。足利将軍家は、足利氏の一門、諸家をご一家衆として、室町幕府の守護、側近あるいは援国に治療する者を、京都府衆として偶した。平家と今川家は、足利宗家を継ぐ者がいなかった時の継承者を出す、格式であったとの伝承があるが、 実際に宗家を継承した例はない。また、五一家のうちでも、渋川や石橋家などは、将軍家連氏として高い価格を有した。一方、足利氏の一門のうち柴家の格式は別格であった。ところが、柴家は五一家衆としての待遇に預かることは、できなかった。これは五一家衆の組織が完了、守護大名として、 幕府の中でも屈指の立場を確立した芝家への牽制を目的にしていたからとも言われている。解明は主なものだけを通知し、網羅してはいない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。